はい、フードキです。今回は天野ひぼこさんのエピソードを確認していきたいと存じます。天野ひぼこさんのですね、エピソードを妄想解釈していたら引くぐらい深いですね、分析になってしまいましたので、最後までご覧ください。それでは、参りましょう。前回まではですね、仙台くじ本気に乗っている天瀬の方々の系譜をですね、確認してまいりました。その結果ですね、どうやら天瀬3世代、ほわかりさん、かごやまさん、天野村雲さんはどうやら架空なんではないかというようなお話をさせていただきましたが、しかしこの4世代目に登場する伊豆志姫ですね、この伊豆志姫というところからですね、伊豆志姫のお父さんは天野村久保の御事さんということになっているんですが、実はもう一人天野ひぼこさんというのも伊豆志姫のお父さんではないかということが、確認されていますので、ということはイコール天野村久保の御事イコール天野ひぼこさん説というのが成立します。というわけでですね、この天瀬の方々の系譜を確認していくと同時にですね、この天野ひぼこさんともですね、どのような関係性があったのかというのをですね、しっかり確認していくためにですね、まずはこの天野ひぼこさんというこのお方のですね、実像に、いよいよ迫ってまいりたいと存じます。一つ目、天野ひぼこさんエピソード。はい、というわけでですね、この天野ひぼこさんのエピソードをですね、いよいよ迫ってまいりたいと存じますが、これまでもですね、実はちょいちょいご紹介していたりもします。日本書紀シリーズのところではですね、水忍天皇のところではですね、天野ひぼこさんではなくてそなかしさんとしてね、ご紹介していたりもするんですが、まあエピソードとしてはほとんど同じなんで、はしょって、把握されたいということはですね、この水忍天皇のですね、そなかしさんのエピソードをご覧いただければと存じます。またですね、この天野ひぼこさん飛行の際にもですね、この際にもですね、この天野ひぼこさんのエピソードに関してはね、ご紹介しておりますのでですね、そこもですね、足りないお話とかね、お伝えしていたりもしますんで、もしご存じない方はね、こちらの方もご参照いただければと存じます。そんなわけでですね、過去にもちょいちょいご紹介してきたお話をですね、今回はフルで通してですね、ご紹介してまいろうというようなお話になってくるのですが、今回ご紹介する話は古事記日本書紀そして不動記をベースにとしてですね、ご紹介してまいります。こちらはですね、国立国会図書館デジタルコレクションのですね、古事記のね、中に書いてあるね、そのまま、貼り切り出させていただきました。はい、古事記の中ではですね、ちょうど応神記のところにですね、この天野ひぼこさんのお話がご紹介されているのですが、これすごいですね。昔は国立国会デジタル図書館もデジタルコレクションさんも白黒で保存してたんですね。最近はカラーなんですけど、珍しく白黒だなぁと思いながら、拝見させていただいております。というわけでですね、まあまあ日本書紀シリーズは日本書紀をベースにですね、お話しさせていただいたので、まあ今回のスタートはですね、この古事記を参照しながらですね、ご紹介してまいりたいと存じますが、まず古事記の方を参照させていただきますと、まずこの天野ひぼこさんのお話のスタート地点、舞台ですね。その舞台は朝鮮の新羅から始まります。だいたい地図で見るとこの赤い点線の場所ですね。まあね、どこっていうのが具体的に表示されてはいないので、だいたいこの辺じゃないかぐらいのね、感じでざっくり、表させていただいておりますが、まあまあ朝鮮のね、新羅なんでね、まあ朝鮮半島のね、南のですね、東のあたり付近からですね、おそらく、この辺が舞台だったのではないかと存じます。でですね、まあこのね、天野ひぼこさんの話をする上でね、避けては通れないこの基本的なツッコミ、これをですね、まずはね、ちゃんと確認していきたいと存じますが、やはりですね、日本神話をですね、勉強してですね、ちょっとずつ知っていく過程の中でですね、誰もが一度はこの問いを、まあ、突っ込みをですね、思いつくのではないでしょうか。天野ひぼこさんがですね、この日本に渡来する時期、一体いつですかと。ね、紀元前ですか、一体200年ですか、300年ですか。そんな昔にですね、新羅なんて国はありませんよ。っていうね、この基本的なツッコミ、誰もが思いつくね、一度はやっぱり思いついたね、方がね、多いんじゃないかなと存じます。もちろん不動記さんもね、同じような、ツッコミを思いつきました。特にですね、日本書紀シリーズとかやってた時ですね、まあ、日本書紀を勉強し始めてですね、一番最初スサノオさんのお話とかをね、調べ始めた時にね、スサノオさんはなんでだって新羅のソシモリ経由で日本にやってきてることになっているんで、新羅って、スサノオさんって一体いつの時代の人だよって、そんな時代に新羅なんてないよっていうなことをですね、不動記さんもね、昔ね、自分で突っ込んだりしておりました。この突っ込みをですね、考えるにあたって、まずはですね、この新羅の基本情報をですね、ウィキペディア参照させていただきたいと存じます。読み上げさせていただきます。1つ目、新羅、スラッシュ新羅、紀元前57年から935年、過去当時は、古代の朝鮮半島南東部にあった国家です。2つ目、当初は白
かっこサロと、称していたが、503年に新羅を正式な国号とした。はい、というわけでですね、一応新羅という国がですね、正式に、登場するのはですね、西暦503年以降ということになっています。まあその前の国号でですね、白とかね、サロとか言われるものがあったんですが、ただね、紀元前57年からそうだったんだよっていう風に言ってもね、ちょっと紀元前57年って弱いような気がすごくしてて、もうその頃はまだ唐の国じゃないかなとかいろいろね思ってしまったりもするところがございますが、まあとにもかくにも正式にはこの503年以降に新羅があった。というわけでですね、この503年より前の時代にですね、この天野日彦さんやスサノオさんをセットしてしまうと、もちろんこの基本ツッコミが成立してしまいます。そんな昔に新羅はありませんよっていうこの基本ツッコミです。ただですね、誰もが、このツッコミ思いつくと思うんですが、あんまり口に出して言ってる人いないですよね。まあかなりの大部分の方がですね、この基本ツッコミ思いつきはするものの、まあまあ神話とはそういうもんだよっていう風にですね、大部分の方がね受け入れたりしてくれるようなね、そんな和ネタでもあったりはします。まあそもそもなんですけど、古事記もですね、この日本書紀もですね、こちら、国立国会図書館デジタルコレクションさんからですね引っ張り出してきたものなんですが、この2つともですね、まあ7世紀8世紀からですね、まあ検討編纂が始まった書物ですので、まあまあ西暦、700年代の人たちが編纂した書物ということになっております。そのくらいの方々がですね、西暦500年代の年号なんてですね、はっきりわかるはずがございませんので、まあ朝鮮半島といえばね、百済か新羅なんだろうぐらいなね、そんなね軽いね判断の仕方をしていたのかもしれません。特にこの日本書紀をですね編纂された当時の文人の方々はですね、まあ百済とかからねやってきたですね、渡来系の方々がね中心に編纂されている書物、まあ書き記した書物なので、まあその方々にしてみればですね、自分たちに馴染み深いですね、百済や新羅というですね、この辺をですね、朝鮮半島といえばこのねあたりの地名だよねとか、まあ国の名前だよねというような感じですね、編纂していた可能性はあるかと存じます。なのでですね、まあある意味時代をですね、まあすっ飛ばしてですね、自分たちの馴染みやすいね国名をですね当て込んでいっている可能性は大いにあり得るかと存じます。とまあ大部分の方がですね、そんな風に、大体ここの表記をですね受け入れているのではないかと存じますが、ただですね、不動機さん、最近いろいろこの辺の時代を調べていく中でですね、ちょっと発想がね変わってきたんですよ。もしかしたらこの発想は逆なのかもしれない。つまり何が言いたいかと言いますと、この書物の書いてあった通りの時代だったのではないか。スサノオさんがやってきた時代も、天野日彦さんがやってきた時代も、もしかしたらこの新羅という国が実際にあった、まあもしくはその印象の強い時代だったのではないか。さあ少し整理してみますと、この新羅の印象のある時代にですね、新羅からやってきたかもしれない方々といえばですね、新羅の祖師森研究でやってきたこのスサノオさんとですね、もちろんですね、その子供である磯竹の神様、この人もですね一緒にやってきてるんで、まあおそらく同じ時代、まあ、新羅印象のある時代の方々ということになります。そして磯竹の神様がやってきているということはですね、この磯竹の神様と同じテンプレートを持っているこの天野日彦さんも同じ時代の人間ということになってきます。つまりこの絵の中にいるスサノオさんと磯竹と天野日彦さんというこのお三方はですね、新羅の印象の強い時代に、日本にやってきた方々というようなことが成立する、まあこの論がですね仮説が成立するのかもしれません。まあ、あた不動機さんの妄想解釈はやっぱりぶっ飛んでるなぁと思いがちですが、まあでもちょっとよく考えてみてください。実はよくね話が出てくるお話としてなんですが、スサノオノミコトさんなんですが、この人はですね、出雲とですね、ヤマタノオロチを退治したっていうようなですね、神話が伝えられておりますが、まあ、この方々はよくあるお話として、このスサノオノミコトはですね、製鉄者集団のですね、まあ、主張だったのではないかというような説がですね、まあ、このスサノオさんを調べていくと、大体ね、そういうふうに唱えている方が結構多くいたりします。それはですね、この出雲でですね、製鉄がね、鉄が取れるというところからですね、この論がですね、よく唱えられていたりもするんですですが、しかしよく考えてみてください。スサノオさんが製鉄者集団のですね主張だったとするならば、つまりスサノオさんがやってきた年代にはですね、この出雲の地域、まあまあこの辺ですね、日本国内にですねすでに製鉄技術があったということになります。でですね、まあ出雲からですね砂鉄を取ってですね製鉄するっ
ていうのがね、結構難しいお話なんですよ、これは。以前も何度かお話ししてるんですがですね、日本国内にはですね、家事遺跡と呼ばれるものがあって、そこで青銅器をね、作ったりはしていました。ですので、この家事遺跡があって、砂鉄が取れるのならば、きっと、製鉄ができるに違いないと、まあそういう風に唱えてるね学者の方もいらっしゃるんですが、まあその場合できる鉄というのはですね、ズク鉄とか銑鉄とか呼ばれているですね、鉄になります。まあ、このズク鉄とか銑鉄とか言われているものは要するにですね、脆くてね、ちょっと使い物にならない鉄なんですよ。ですので火事遺跡でですね、砂鉄でね頑張ってですね、鉄を作った製鉄してたんだっていう説はですね、とても役に立たない製鉄、まあズク鉄と銑鉄とか言われるね、そういうね。役に立たない鉄を製鉄することはできます。しかしですね、現在我々が認識しているいわゆる製鉄と言われているもの、この製鉄、鉄を作ると言っているものはもちろんこんなズク鉄とか銑鉄とかいう役に立たない鉄ではなくて、それは玉鋼と呼ばれる鉄を作り出す技術のことです。でですね、この玉鋼というね鉄をですね作り出す技術というのにはですね、必ずタタラバと呼ばれるものが必要です。まあタタラバはですね、出雲のですね、結構有名なですね、奥出雲の方でね、タタラバとかね、そういうところもね、あったりするところでございますし、まあ大体ジブリアニメのですね、もののけ姫とかのね、タタラバとかをね、イメージしていただければと存じますが、このタタラ、現在のところ、このタタラバの遺跡というものが発見されている最古の例は、5世紀以降です。つまりこれが何を意味しているかと言いますと、いわゆる玉鋼というですね、我々が常識的に考えている製鉄と呼ばれているものをですね、作り出す技術をですね、日本が持った時代はですね、5世紀以降というのが現在考えられる説です。火事遺跡でですね、製鉄を行うことはできません。製鉄、いわゆる玉鋼を作るには必ずタタラバが必要になります。そしてそのタタラバが、現在最古で発見されているのは5世紀以降。もしスサノオノミコトが製鉄者集団の首長だったとするならば、当然この5世紀以降に日本にやってきたというふうにですね、まあスサノオさんの渡来時期がなんと5世紀以降だったという説がですね、まあまあこの製鉄者集団というね、この説を唱えるのならば当然こうなるはずです。まさか日本国内にですね、紀元前にやってきて製鉄玉鋼を作っていたよなんてね、説を唱えてる学者さんは今のところいません。そしてこれを言うとですね、必ずコメントに書いてくるんですけど、紀元前に鉄は見つかってますよとかね、そんなことをね、コメントで書いてくる方もいらっしゃるんですが、はい、鉄は見つかってますが、全部輸入です。今のところですね、鉄が見つかって、まあ、このタタラバの遺跡が見つかっていないので、当然鉄、玉鋼を作る技術は日本国内にはないので、じゃあそこで見つかった鉄は何かというと、全部輸入品ということになります。この製鉄のね、技術をね、玉鋼の技術とですね、製鉄の技術をね、結構ごちゃごちゃになっちゃってるんですよね。でですね、やはりね、このね、タタラバの遺跡がですね、この5世紀よりね、もっと早くにね、どうしても発見されてくれない限りはですね、今のところですね、この時期間というのは全然覆すことができない状況です。これ見つかったらですね、結構面白いんですよね。やっぱりね、どれくらいに見つかったらね、でね、3世紀とかにもしかしたらとかね、いろいろ考えることができたりします。さすがに紀元前はないと思うんですよね。中国もですね、ずっと青銅器の時代が続いていて、五漢とか三国志とかの時代になって、ようやくですね、鉄で戦うっていうのがね、まあ、鉄器っていうのがですね、主要なね、ものになってきているんで、さすがにそれより前にですね、タタラバがね、日本国内にあったっていうのはちょっと無理があるなと考えているんで、まあ、やっぱり見つかるとしても、まあ、3世紀、4世紀とか、その辺がですね、見つかってくれたら嬉しいなとかね、ふどきさんも感じてはいるんですが、まあまあ、今のところはこの5世紀って考えるのが、やっぱりデフォルトなのかなと存じます。しかし、どうなんでしょうか？今までですね、ふどきさんが考えてきた、この30年説の方でね、出させていただきますと、30年説だとですね、スサノオさんがですね、まあ、トライした時期というのが、紀元前50年前後ではないか、というような説を、唱えさせていただきました。しかし、製鉄に関するですね、当たり前の情報をぶっ込んでいくと、紀元前なんてとんでもねえということになります。では、西暦5世紀ですね、5世紀ぐらいにスサノオさんが渡来したというふうに考えるのは、
突拍子もないお話なのでしょうか。それが一概にそうとも言い切れません。これまで不時さんが考えてきましたこのですね、古代史観光バージョン 1.2、 まあそろそろ 1.3 に上げなきゃとね思ってはいるところではございますが、ここの中では何と言ってもスサノオさん、いつトライしたかと、今トライしたかというよりか、まあそのスサノオさんがトライしたであろうというこのお話がいつ頃作られたのかっていうとですね、当然応神忍徳記以降ということになります。これは当然ですよね。スサノオさんはなんて言ったって高間ヶ原から降臨したということになっています。そして不時さんの妄想解釈では、その高間ヶ原という概念、この概念が登場するのは東国の神道、東国の方に移り住んでいった方々によって作られた神道の中で、おそらくこの高間ヶ原が形成されたのではないかというふうにですね考えていて、その時期間は応神いえ忍徳記以降であったと不時さんは考えています。忍徳記以降となるとですね、5世紀以降にスサノオさんがトライした、いえトライしたというお話が作られていたとしても特に不思議はございません。5世紀にいる方々がこの神話、スサノオさんの神話を作った人だったとするならば、確かにまあその時代にね、もしかしたら出雲とかで鉄を作ってる人たちがいたとするならば、それを神話に盛り込んでいたとしても不思議はありません。すなわちこの忍徳記以降、そして携帯帳以降、まあこの辺ですよね、この辺りでスサノオさん降臨のお話がもし作られていたとしたら、そうモデル同行という話ではなく、この製鉄座集団の主張というですね、この考え方はもしかしたらこのあたり、この忍徳とかですね、携帯帳とか、このあたりで作られた概念なのかもしれません。というわけでですね、まあ、ちょっとスサノオさんからですね、元々のお話の天野彦子さんに戻させていただきますと、まあそんな昔に白木はなかったよというところでですね、ちょっと止まっているのではなくてですね、おそらくこの天野彦子さんのお話を作った方々、まあこれの話が作られた時代というのはですね、もうすでに白木があった時代だったということになってくるのかと存じます。そして白木がある時代ということは、もちろん製鉄技術が日本国内にすでに伝来している時期、そう我々が今までイメージした時期よりもかなり後の時代に天野彦子さんが伝来、もしくは伝来したお話が作られたということになります。さあ時代感がだんだんぐちゃぐちゃになってきました。今回のお話はなんてったって時代感をかなり超越したお話です。そしてその天野彦子さん、この時代感をかなり超越してきたこの天野彦子さんのお話にいよいよ入っていきたいと存じます。エピソード1、日光感染による解任説話。というわけでですね、この天野彦子さんのお話がですね、古事記で語られているのですが、これなかなか面白いですね。まず舞台がですね、白木の阿久沼というですね、とある沼からですね、このエピソードはスタートします。これ興味深いですよね。日本の古事記のですね、もう神話のね、語られてる部分でですね、舞台が白木っていうね、まあ、要は海外っていうところがですね、やっぱりちょっと面白いなと思うんですが、やっぱりですね、現代とはもう感覚が全然違いますよね。海外とか外国とかいうような、そんなね、強い感覚ではなくてですね、もう隣村のエピソードですみたいなんですね。やっぱそれくらいのですね、かなり近い印象をですね、古代の方々は持っていたのではないかなというふうに感じてしまいます。でですね、そのとある沼にですね、なぜか寝ている女性がいらっしゃったそうです。いやはや、そんななんかね、沼で寝ているってなかなか無防備な状況なんですが、まあそのまま受け止めましょう。するとですね、その寝ている女性のお股にですね、なぜか虹色の日光、つまり日の光が差します。どんな状況なんだとね、いろいろ考えてしまうところではありますが、まあ神話そのまま受け止めましょう。どうやらですね、そこにはですね、別の人がいたようで、この女性だけではなく、実は男性がですね、この様子を不思議に思って見つめていたそうです。まあ、なんて言いますか、まあ、見つめるしかないですよね。私がその場にいたとしても多分似たようで、もうなんだこれと思って見つめるしかないだろうなと思います。するとですね、その女性から突然、赤い玉が生まれてきたそうです。まあ、いろいろですね、その女性もおそらく狼狽したりとかね、いろんな感情があって、
ったんでしょうというのは思われるんですが、まあその赤い玉をですね、最終的にですね、その様子を見ていた男がですね、女性に頼み込んで、その赤い玉を、もらったそうです。さあ、一旦ですね、ここでですね、お話をですね、切らさせていただきますが、まあですね、今までお話ししたこの一つのエピソードはですね、いろいろ思うところがあってね、実際にあったらどうなんだろうかとか、ちょっと思ってしまうところもあったりはするんですが、いわゆるこれは神話でいうところの日光感染による怪異エピソードと呼ばれるものであります。よくウィキペディアなんかでも、書いてあるお話ですね、これは。で、そもそもこの日光感染による怪異エピソードって一体何なんだっていうところなんですが、こちら、はい、国立国会図書館デジタルコレクションさんの方のね、随所85巻のところでですね、ちょっと参照させていただいておりますが、同じようなエピソードがですね、実は他の国、まあここではね、高麗とかね、書いてあったりしますけどですね、朝鮮半島とかそっちの方にですね、同じような似たようなエピソードが載っていたりします。ここの点線で描かれているお話もですね、結構有名なお話だったりするんですけど、あの韓国ドラマで昔、チュモンとか流行ったりしましたよね。まあ私もちょっと拝見させていただいていたんですが、あそこのですね、チュモンという方の誕生秘話みたいなことが描かれているんですが、まあお母さんがですね、まあ日光を浴びていたらですね、そのなんか卵みたいなもんで生まれてきたよ、みたいなね、そんなことが描かれていたりします。ですので、まあ太陽を浴びていたらね、卵とかね、この赤い玉とかが生まれてくるっていうのは、どうやら海外の方、まあ朝鮮半島とかね、そっちの方ではね、よくあるポピュラーなお話なようなので、まあそれを古事記のところでもですね、引用しているのかと存じます。私ですね、この随所とかね、結構興味深く、読まさせていただいていて、まあこのね、ですね、高麗とかね、高栗とかね、小栗とかね、この辺の、お話もそうなんですけど、やっぱりですね、神話が語られ出してるんですよ。この前の五感書とか三国志とか、その辺の頃って全然ですね、神話って全然語られてなかったんですね。朝鮮半島とか日本とかね、和国とかその辺も含めても、とね、その時のね、まあ、和国の状況とかをね、淡々と語ってるだけだったんですね。全然神話とか語られてなかったんですよ。まあ、当然朝鮮半島の国々もそうだったんですね。ところが、この随所あたりからですね、各国のですね、まあ、ね、建国神話みたいなのがね、こうやって語られ始めているところを見るとですね、やはりこの、まあ、隋の時代ですね、この辺の時代からですね、まあ、朝鮮半島もですね、日本列島もそうですけど、やはり国家としてですね、成熟性がね、出てきているんじゃないかな、まあ、自分たちの国はこうやって誕生したんだっていうような神話が語られるぐらい成熟してきたのかもしれないなというふうに感じていたりします。逆に言うと三国志とかの時代にはまだ神話なかったんだろうなぐらいに思ってます。ですのでなんかね、卑弥呼様とか言ってる時代には当然アーマテラスとかにぎはやきとかそんな話はないですし、国家の成熟性っていう段階ではやっぱりまだただの村レベルだったんじゃないかなぐらいな、そんな感じがしております。さあ話をですねエピソードに戻していきたいと存じますが、今のところ、なんだかわかんない女性とですね、なんだかわかんない男の人だけが登場してですね、まだ天野ひぼこさんが登場しておりません。なんと天野ひぼこさんのエピソードは天野ひぼこさんのいないところで話が進んでいくという波乱のスタートを切ります。そして次のシーンからですね、いよいよこの天野ひぼこさんが登場するので、早速そちらの方を見ていきたいと存じます。エピソード丸2。天野ひぼこさんの登場。さあ、というわけで、古事記の方でもですね、いよいよ、ようやく天野ひぼこさんが登場するシーンが出てきます。それがですね、この国立国会図書館デジタルコレクションの、古事記の方にね、載ってるようなお話のところ、このね、赤い点線のところで初めて登場するんですけれども、早速見ていきたいと存じます。でですね、お話はどうやらこの、赤い玉をもらったこの男の人を追いかけていく形でですね、進んでいくんですが、どうやらこの男の人はですね、山の中に田んぼを持っている農夫の方だったようです。それでこの男の人がですね、まあ自分の住んでいる山の中にですね、食べ物とかを持ってですね、入っていこうとするときにですね、この天野ひぼこさんが登場します。この時にですね、この天野ひぼこさんのですね、設定が明かされるんですが、どうやらこの天野ひぼこさんはですね、白木の国のですね、王子様というような設定のようです。白木の国の王子様が、まあ男が山に入ろうとしてるわけですから、山の入り口ぐらいにね、あったお話だと思うんですけど、一体何してるんでしょうね。王子様が山の入り口で、まあすごく気になる登場の仕方だったりします。唐突にですね、現れたこの天野ひぼこさんなんですが、この農夫、山の中に
に田んぼを持っているですね、赤い玉をもらったこの農夫がですね、牛を連れて食べ物を持ってですね、この山の中に入っていこうとしたところ、なぜか天野ひぼこさんは、お前怪しい、逮捕すると言ってこの男を捕らえてしまいます。男はもちろん釈明します。自分の山の田んぼに行くだけなんです、と言って釈明をします。しかし天野ひぼこさんは、その男を許しません。お前は信用できない、きっと牛を連れて山の中に入ってその牛をお前は食べてしまうつもりだろうと。さあどういう理由かはわかりませんが、どうやら牛を食べてはいけないようです。唐突に始まったこの天野ひぼこさんと男のやりとりですが、ポイントは一つ、牛を食べてはいけない。どうやらこの牛を食べようとしただけでですね、男は牢に入れられようとしています。牛、この牛なぜ食べてはいけないのでしょうか。そして牛といえば角が生えた、つのつのした生き物です。そして世界で牛を食べてはいけない宗教といえば、そしてその宗教の方々が多い国といえば、いろいろ妄想が広がってしまうところではございますが、お話は前に進まさせていただきます。このままでは牢屋に入れられてしまうと思ったこの男はですね、持っていた赤い玉をですね、天野ひぼこさんに贈り物プレゼントをすることで、自分を許してもらうように交渉します。このお話の流れからしてですね、この時この男はおそらくこの赤い玉を受け取った、まあ、手に入れた経緯を天野ひぼこさんにお話ししたかと存じます。でないと古事記にですねこの記録は残らないので、一応まあこの時この男からですねこの話を聞いた、まあ、赤い玉はですね女性のお股から生まれてきたんだよみたいなね、こんな話を聞いたというようなことになります。でないとこの経緯がですね古事記に載ることはないので、まあこの時こういうやり取りがあったのでしょう。まあですので、まあ神話が伝わってるっていうね、まあ神話は神話だっていう受け止めるのもいいんですけど、まあこれが実話だったとするならば、この赤い玉のお話っていうのはこの時の男の創作のねお話だったという可能性もなくはないかと存じます。というわけでこの赤い玉とねその経緯を聞いたところですね、この男は放免、まあ許されたっていうような形になったようです。いや、それにしても、このお話ってどうなんでしょうね。この天野ひぼこさんという人は、なんてだってね、この男をね、捕らえてですね、なんだかわけのわかんない理由で男を捕まえていますし、で、捕まえてですね、その赤い玉をもらってですね、まあ、ほとんどこれ略奪に近いですよね。物品を略奪してるぜっていうような見方もできますし、逆、もう一つはですね、この男から賄賂を受け取ってですね、賄賂を受け取って罪を許しちゃうっていうね、結構どういうことなんだこの人っていうような感じなんですか、なかなかの乱暴狼藉っぷりを発揮しているこの天野ひぼこさんなんですけど、まあ似たような乱暴狼藉を働いていた日本神話の登場人物といえば、ああ、そういえば、なんとなくそんな方々の面影が浮かんできたりもします。とりあえず言えることは、この天野ひぼこさん、この初登場のシーンは、とてもいいお話とは言えないね、真っ当ではない登場の仕方をしてくれたようです。エピソード3つ目、嫁との喧嘩。はい、このですね、天野ひぼこさんはですね、この受け取った赤い玉を持ち帰ってですね、どうやら床のまま寝室なんですかね、そこに置いたようです。するとこの赤い玉がですね、みるみる美しい乙女に変化しました。そして天野ひぼこさんはこの美しい乙女と、どうやらご結婚結婚なさられたようです。まあこれぞ神話っていうところなんですけども、実際のお話をイメージしたら多分ね、いろいろ紆余曲折あったと思うんですけど、まあそういうところは全部はしょられて一応ご結婚されたということになっております。しかしですね、どうやらこの二人の夫婦仲あまり良くはなかったようです。ある時、お二人は喧嘩したようです。この天野ひぼこさんが、この乙女、まあおそらくこの後ですね、明る姫様というお名前だということが判明する時があるんですが、この明る姫様にとどうやら悪口を言ったそうです。するとこの悪口に明るい姫様がぶち切れます。私はそもそもあなたの妻になるようなものではありません。祖先の国に帰ります。そしてですね、この明るい姫様は天野ひぼこさんを置いて
どうやら祖先の国に帰ってしまいました。つまり天野ひぼこさんは奥さんに逃げられてしまったようです。というわけでお話一旦切らさせていただきますが、古事記ではですね、こういうような感じですね、天野ひぼこさんがね、正妻の方かにね、逃げられてしまうというようなお話が伝えられていますが、日本書紀はちょっとニュアンスが違っています。日本書紀はですね、この玉を持ち帰ってですね、この乙女に変化するというところまでは一緒です。しかし、この乙女に一目惚れしたですね、この、まあ、天野ひぼこさんですね、日本書紀ではそなかちさんとして伝えていますが、この天野ひぼこさんがですね、この乙女とですね、にゃんにゃんしようとしたところ、あまりそれね、まあ、乙女はそこで逃げ出してしまうっていうことになるんですが、どうやらですね、この天野ひぼこさんもうすでにご結婚されていたようなんですよ。で、ご結婚してですね、奥さんにいきなり浮気現場を目撃されてしまうというようなね、なかなかの修羅場が起きていたりするんですが、しかもその実の奥さんにですね、その浮気しようとした相手が一体どこに逃げたかとかね、聞き出そうとするとかですね、なかなかの修羅場を迎えていたりするんですが、まあまあそんな風にですね、日本書紀編ではね、結構ね、シビアな状況がですね、描かれていたりします。まあ日本書紀も古事記も一緒なんですが、とにもかくにもこのタイミングでですね、この乙女、つまり明る姫様が、この天野ひぼこさんの元から逃げ出してしまいます。そしてですね、ここからですね、主人公が変わります。天野ひぼこさんのエピソードをお伝えしていたんですが、まあこの後もね、古事記も日本書紀もね、天野ひぼこさんのお話をお伝えしているんですが、今回不時さんバージョンではここから主人公を変えさせていただきまして、明る姫様に焦点を当てていきたいと存じます。さあ、この白木の国の王子様に対してなかなかの態度をとったこの明る姫様、そしてこの人が逃げていった祖先の国とは。不時さんのお話はここから明る姫様を主人公にですね、焦点を置いてお話を進めさせていただきたいのですが、この明る姫様、ものすごい謎深い人です。日本書紀シリーズの際でもですね、この明る姫様を調べると面白いですよっていうようなことをね、お伝えさせていただきましたが、いよいよこの明る姫様に焦点を置いてですね、次回からお話をさせていただきたいと思います。なんてだって今回はちょっとお話長くなってきたんで、ここで切らさせていただきます。次回からはこの明る姫様のめちゃくちゃ謎深いお話を、お伝えさせていただければと存じます。というわけで今回はここまでとなります。また次回もよろしくお願いいたします。